アメリカ・カリフォルニア州の動物シェルターに悲しみを訴えている犬がいました。ブルーという愛称で呼ばれているオスのピットブルです。ブルーは捨て犬としてシェルターに連れてこられました。もともとは飼い犬でしたが、飼い主の引っ越しを機に置き去りにされてしまったのです。元飼い主の家族とは1年ほど共に暮らしていたブルー。その間に彼は家族への信頼や愛を育てていたはずです。しかし別れは突然で、ブルーはシェルターで過ごすようになってもしばらく状況を理解していないようでした。初めのうちブルーは元飼い主が戻ってくることを信じてただただ待ち続けます。けれど次第にブルーはシェルターに漂う不穏な空気に気づきます。他の犬たちは叫ぶように吠えていて、楽しそうな声が聞こえることはありません。犬たちのそばには常に死の気配がありました。ブルーが捨てられたのはアメリカの公立シェルターです。民間の施設とは違い、一定期間引き取り手が決まらなければ安楽死が行われる場所でした。犬たちはその恐怖を敏感に感じ取っているのでしょう。ブルーに残された時間もあまり多くはありません。ブルーの中から元飼い主への期待が少しずつ消えていきました。同時にその心は深い悲しみに支配されます。ブルーは他の犬たちのように吠え散らすことなく静かに悲しみに暮れていました。スタッフたちは時々ブルーの瞳から涙がこぼれる瞬間を目にします。それはまるで飼い主に捨てられたことを理解して泣いているかのようでした。実際にはアレルギー反応で涙がこぼれているだけなのかもしれません。それでも落ち込むブルーの心は確かに泣いていたでしょう。ブルーの目頭には涙の跡がくっきりと残り、その顔は一層暗い雰囲気をたたえていました。スタッフが気を引こうとしても、ブルーは力なくうなるばかりです。何をされても欲しいものはそれじゃないというように、ブルーは目を背けました。ブルーの姿はあまりに切なく、スタッフたちの胸を締め付けます。元気を取り戻してあげたいと考えたスタッフたちは、シェルターの SNS でブルーのことを紹介しました。すると、投稿を見たジェニファーさんという女性が、ブルーに一目会いたいと尋ねてきたのです。ジェニファーさんは、ブルーとの対面を楽しみにしていました。ところが、ブルーにとってこの出会いも待ち望んだものではありません。ブルーは好意を寄せてくれるジェニファーさんに見向きもしませんでした。何の感情も見せず、自分の部屋で丸くなったままです。その悲しみは、そのままジェニファーさんの心にも刺さりました。そして、彼女に改めて自分がブルーを引き取りたいと思わせます。とはいえ、ブルーには譲渡のための準備が残っていたので、すぐに決定が下されることはありませんでした。準備が整うまでの間、何度もブルーに会いに来てくれたジェニファーさん。ブルーは相変わらず元気がありませんでしたが、2回目に彼女と会った時、小さな変化を見せました。捨てられてから誰にも興味を示さなかったブルーが、ほんの少しだけジェニファーさんに視線を向けたのです。さらにその後も対面を重ねるたびにブルーは反応を返します。ジェニファーさんからもらったベッドで眠るようになり、彼女が訪ねてくると自分から立ち上がって近づくまでに心を開いていきます。二人はシェルターで1週間交流を続けました。そしてついにブルーはシェルターを卒業する日を迎えます。ジェニファーさんと暮らすため、ブルーは久しぶりに犬舎を出て自由になりました。その途端、彼は
今までの悲しみに沈んだ姿が嘘のように走り出します。ブルーはジェニファーさんという家族が見つかったことを本当はとても喜んでいたようです。新たな我が家へ帰るまでの車の中でもブルーはずっと楽しそうでした。いつの間にか彼の胸には希望が戻っていたのです。その後ジェニファーさんの家に迎えられたブルーは自分の居場所を確認し安心したように眠りにつきました。心置きなくくつろぐ姿はどう見ても満ち足りた飼い犬の過ごし方です。こうしてブルーとジェニファーさんの穏やかな生活は順調にスタートを切りました。ブルーはジェニファーさんのもとで新たな幸せを見つけています。今のブルーは鏡に映った自分を見て尻尾を振るのが大好きです。心の奥ではずっと人のぬくもりや優しさを求めていたブルー、ジェニファーさんはそのすべてを与えてくれます。凍りついていたブルーの時間がようやく動き出しました。シェルターにいた時の暗い印象はどこにもなく、ブルーの顔には喜びがあふれています。ジェニファーさんと一緒ならブルーが悲しみに溺れることはないでしょう。辛い経験を耐え抜いたブルーは今度こそ永遠の絆を信じて明日を迎えられるのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。